はい、どうも、フリーコマツです、スーパーホレベル18でどこでも飛べるぜシリーズ第3弾円卓、特殊なミサイルを積んだ航空隊が出撃したとの報告があり、そして両機カトッケさん、ファルコンって、まあ俺に合わせてくれたね。さっきパクハか何かで一瞬飛ぼうとしたんだろうけど、ありがとうね。そしてライバルアルファにはエルフさんいます、本気で来るならね、レナフランカーで来ると思うけど、でもこの前の2戦で俺がスパホで飛んでるの分かってるので、なんかおしゃれなことをしてくれるかもしれないけど、何で来るかな。お、ひょっとしてタリズマンで来たのか。タリズマン 6AM だよね。さて、ゴー。より多く破壊した部隊には特典が支給される。可能な限り多くの敵を破壊せよ。これゆっくり、できるだけゆっくり、できるだけゆっくり届かない。ロックした。スピード落とし、もうほとんど残ってない。早いわ。2万も行ってない。うわ、怖い怖い。うわ、これは俺はダメだよね。エルフさん3万超えてるし。よし。バルコン部隊。まあ 4AM 撃ったって当たんねえだろうな、全然。うわ、もうなくなった。いやー、緊急すんでも3万超えてねえよ。まあそこそこっていうスコアですよね。次も期待しているぞ。ブラボー隊が大きな戦果を上げた。カトッケさん、報酬の使い道、なんだこの曲、かっこいいじゃんかよ。でもやっぱりエルフさんだよな。さすがです。でもこの曲かっこいいな。
いいね。はい、はい、スクリアだ。ラストアタックは俺だったか。お、備蓄燃料。